In this small mountain village, Matsuba Tomi runs a traditional inn. Making use of scrap wood and other waste materials, she restored this over 200-year-old house. She sewed together the old cloth hanging in the entryway. The flower pots are all recovered or disused objects. これもお拾い物です。でもそれでもこういうふうに素敵になるんですからね。 Many younger guests also stay at the inn. だからゴミ買って一回疑った方がいいですよね、きっと。身の回りにあるものとか捨てる前に本当にゴミかなとか、あ、こういう豊かさもあるんだねってことをね、ちょっと気づいてもらえたらいいなっていうか、この宿はそういう役割をしたいなと思うんですよね。 ありました。よかったら吹いてみます。もしよければ、ぜひぜひ。いくら吹いてもらっても。私はこういう日本の生活文化は美しいし素晴らしいもんだと思うんですね。ところが私たち世代でほとんど捨ててしまったので、私たちが次の若い人に伝えなければ、それはもう伝わっていかないと思うんですね。